さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうか、えー、今日の担当は植知和夫さんです、うん、はいこんにちははいこんにちははい<あ>よろしくお願いします今夜はちやびしがうちなや花じゃかい南陽桜から飛眼桜蘭の花から飯島をて菜の花がさちさかとんにのおくとやびん、まあ、大和からん修学旅行生のお茶がおくちょんにやびが えー、南国沖縄を実感していることでしょう。はい、最後そうよ、うがんじょうはちみせびみ。中や二月の三日、旧暦う,うちなぬくゆめ12月、死は死ぬ29日に朝たとえびん。チヌやうがんぶとち、えー、中うがんぶとちするところ、IBC、うん、がまあ広く一般的にはチヌやビタン、総、え、ご、ー、ちに日のかんに。 がんかけした一年間の、無もびょう息災を解く日や日や災。日の影や、ああ、二十四日に天に上がり。えー、正月四日に帰ってくると言われてますけど、まあ、地域によって少々の違いがあるそうです。東西中央琉球新報の記事の中から、内なありくりのニュースを打ち出さびだ中のニュースを。宮古島の、おお、畑が。 イノブタに荒らされているんでのニュースやびん、ユリナビラえー、宮古島市ぐすくべ地区の北海岸地域で来た西の海っていうて野生化したイノブタがサトウキビをかじるお野生化山山イノブタが封じ壊放ィ。 えー、農作物に大きな被害が出ているとして竹井無農会一平の寸部位の地頭日成城学区の自治会長らで、えー、組織する内、えー、組総ウル成学区総務会はこのほどお国枝宮古島市農林水産部に対し宮古島市の農林水産部系速やかな駆除対策を要望しました。 ええく早々におの山井の豚といどきて君総理にお逃げされたん市によりますと宮古島市の言い分とせこの井の豚は本来宮古島にはおらずこの井の豚で言うせもともとからなあ今回歌るもの歌る一無性あらん農家が家畜として飼育していたものが 逃げて野生化したと見られます、うん、アギンチュ農家アギンチュの金ナトータルチカナトー,ター一虫のヒンギアニヤマイノブタ野生化山マイノブタナタンデチウマリアビーン総務会のメンバー,あーチュンチャーヤ一昨年は一昨年に町北地域の被害飢餓、えー、の見立ちを呼びいたしが 目立っていたが、えー、被害地域が急速に拡大しているのサっとる字のおアッタンヒルガひるがいチちゃんひるがいンと指摘し、えー、意味装置大きな足跡と小さな足跡があり親子の可能性があるマギーとおクーサルお足跡フィサ跡のあて親子、えー、や,や,やんじちうまりん、えー、繁殖が進み 梨、えー、ひるがいさんに栗斬ってのきがのおひるがていちでいじ期とならんがあらやんちし心配し,しわそういびんこれ以上お被害が拡大することに危機感を示しました一方しわ駆除事業でこのイノブタ絡みという類しくりまでに11頭を捕獲したことを明らかにしくりまで11頭

捕獲に限界がある生のグッズやれ勝ち迷信限界試しの安じち石垣の猟友会からも協力していいという話があるこう家馬石垣の猟友会からん貸し寸堂の話アイビグぐと、予算面も検討し対応したいえ人の入り人だかん茶さが入りをやらなと、友人ミさに応じやびらにちお話しされたん 語りました蝶やの豚のために農作物に大きな被害が出ているんでのニュースを打ちてサびたしが調べてんちサびたくと犬豚にうせメスの豚ミワーとオスのイノシ,シの掛け合わせで生まれた家畜一虫やって臭みがなく豚肉よりも低脂肪で味があっさりし霜降りがよくて ステーキや焼肉に合い、食べると体が温まるということから。スタミナ料理に利用されている地のくとやびたん。当然またあちゃあゆしレベル、二へレベル。はい、はいえー、どうもありがとうございました。はい <laughs> えー、今日の担当は、上地和夫さんでした。